司法国立音訳版です。デイジーでお聞きになりたい方は、国立中央図書館にお問い合わせください。の司法国立パブリックインフォメーション国立5月20日号、第1092号平成27年2015年、毎月5日、20日発行 編集発行国立市役所政策経営部郵便番号186-8501東京都国立市富士見台2-47-1代表電話042-576-2111ファックス042-576-0264頭の体操になるクイズです 左の文字を並べ替えるとどんなことわざになるでしょうランダムに並べられた17枚の長方形の中央にひらがなが1文字ずつ書かれています左上から読んでいきます「がつとめほとおまつおにすぎやばあ」 は。答えは紙面の中にあります。視聴室広報担当。死の木一応死の鳥始終から死の色緑色死の花梅。目次。6月7日日曜はリンク国立2015へおいでよ。1ページ。 国立市議会議員及び市長選挙結果のお知らせ、2ページ。福祉、障害者が当たり前に暮らす町宣言の条例化に向けた経過報告会、講演会を開催。市、優勝観光物のご案内。市、第13回多摩ブルーグリーン賞募集。市、東京電子自治体共同運営電子調達サービスについて。 市市民総合体育館南市民プラザトレーニング室グリーンパスのお知らせ市就労環境が変わったときには種別変更の届け出が必要です税年金、市税収納率が全国第一位となりました有料広告2件司法国立の有料広告募集中以上3ページ イベント国立アートビエンナーレ2015地域交流プログラムのお知らせ交通国立市自転車駐車場整備計画を策定しました交通中央線高架下駐輪場の一時利用ができるようになります市国立第三中学校夜間照明の設置工事説明会を開催します環境 資源回収実施団体を募集環境・市役所に小型家電製品回収ボックスを設置しています環境・六月は環境月間です環境・国立花と緑のネットワーク主催自分らしさが光る初夏の寄せ植え講座の開催環境・資源物を買い取ります 東京都施工型都民住宅入居者募集のご案内。審議会情報三件。審議会情報は四ページ、五ページ、七ページに一件ずつありますが、ここでまとめて読みます。以上四ページ。四。六月一日月曜は人権擁護委員の日。六月九日火曜に特別相談を実施します。 イベント第65回国立市社会を明るくする運動立ち直りを支える地域の輪健康国民健康保険にご加入の方へ人間ドック利用助成のご案内市ライフステーションワンステップかたつむりが陸前高田市で芝居公演を開催しました健康健康講座 ご近所さんでレッツゴーの参加者を募集します審議会情報以上5ページ健康保険コーナー健康その他の検診及び講座日曜祝日の応急診療は以上6ページお知らせ9件健康 5月31日日曜は「世界禁煙デー」市「市国保温泉センターの割引利用券を配布しています」「みんなの伝言版」「審議会情報」「以上7ページ」「子育て子ども平成27年度国立市青少年国内交流事業」 国立市子ども広島派遣平和事業の参加者を募集します。イベント田植え稲刈り収穫祭に参加できるチャンスワクワク稲作体験イベントワイワイ畑体験新玉ねぎにんにくを収穫しよう子育て子ども児童館だより子育て子ども子育て支援コーナー 六月の相談図書館カレンダー。以上八ページ。目次終わり。六月七日日曜は。L. I. N. K. リンク国立二千十五へおいでよ。大学通りで開催。国立初の参加体験型スポーツイベント。小雨決行。 普段は車が多い大学通りを6月7日日曜は広場として開放し、スポーツやダンスのイベントを開催します。お子さんや若い世代、高齢の方、杖や車椅子を利用されている方、外国の方など、市内外を問わず多くの方にご来場いただき、マラソン選手を応援したり、体操やダンスに参加したりと思い思いに楽しんでいただきながら、出会った方々と連帯感や、 達成感を共有し合い人と国たちの街が一つにつながっていければと思います皆さんお待ちしていますリンク国たちのロゴマークがあります問い合わせリンク国たち実行委員会事務局電話五零五の五二八零、ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ kunitachi.link スラッシ本日のメインイベント走ってつながるリレーマラソン参加チームでたすきをつなぎ大学通りを往復する3時間耐久リレーマラソンです沿道でランナーとハイタッチしながら応援しましょう時間午前10時45分から午後1時45分 開催中の道路の横断は、交通整理員が誘導します。踊ってつながるダンス・ダンス・ダンス。市内のダンススクールによる参加型ダンス体験を開催します。時間、午後1時から。国立市観光まちづくり協会公式マスコットキャラクター、国にゃんダンスの初披露。時間、午前11時から11時30分。 市内ダンススクールによるダンスリレー時間午後3時からジャンプでつながる大縄跳び大会当日エントリーか市内の小学5年生から6年生による大縄跳び大会を開催飛び入り参加大歓迎時間午後2時から3時リレーマラソンと国ニゃンダンス以外は 当日参加が可能です。す。お待ちしています商花祭同時開催舞台にて有志による演奏とコーラス時間6月7日日曜午前11時30分から午後1時共催国立市商業協同組合国立商工振興株式会社協力 NPO 法人 アイちゃん、公園国立市観光まちづくり協会問い合わせ国立市商業協同組合電話五七二の一七三零一ツ橋大学小平祭同時開催若手俳優本郷可奈子のトークショーを行います。上記およびその他の企画については下記ホームページでご確認ください。 時間、六月六日土曜。七日日曜。場所、主に一橋大学東キャンパス。主催、小平祭実行委員会。ホームページ。H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ W. 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 ドット。K. O. D. A. I. R. A. F. E. S. ドット。C. O. M.。スポーツ体験コーナーも面白い。 最新測定機器で垂直飛び測定、ランニング講習。時間、午後1時から4時。新体操体験発表。ストリートダンス体験発表。時間、午後2時から4時。主催、東京女子体育大学。レース用車椅子、陸上競技用、体験乗車。時間、午後1時から2時。 車椅子バスケットボール体験乗車とフリースロー時間午後2時から3時主催東京都多摩障害者スポーツセンター6月7日日曜午前10時から午後4時は大学通り JR 国立駅から学園通りが車両通行止めになります。通行止め時間中は 大学通り方向への道路の一方通行が解除されますので近隣にお住まいの方は朝日通り側、富士見通り側への車の通行が可能です近隣の皆様には大変ご迷惑をおかけしますがご理解、ご協力をお願いします大学通りを経由するバスは経路が学園通りと朝日通りに変更となるため時刻表より遅れが生じる場合があります 大学通り緑地帯隣接自転車置き場一橋大学東キャンパス側は6月7日日曜は利用できませんイラストページの上部を中央線の線路が走り中央に JR 国立駅があります国立駅前南口から大学通りが南北に伸びています南口すぐに舞台があります舞台の前では 大縄跳びをしている子供のイラストがあります舞台から吹き出しで小京花祭りのお知らせがあります南へ進んで一橋大学正門オープニングセレモニー終了後ピストルの合図でリレーマラソンスタートの吹き出し反対側の東門ではモグモグゾーン午前十時から午後四時まで 美味しいし飲食店がひとつ橋大学ではひとつ橋大学小平祭同時開催のお知らせ東門を少し南に行った大学通りでスポーツ体験コーナーがあります大学通りでは大勢の人が楽しんでいる様子が描かれています。イラスト、終わり。 国立市議会議員及び市長選挙結果のお知らせ市長佐藤和夫当選市議会議員22名の当選が決定国立市議会議員及び市長選挙は4月19日に告示され市議会議員30名市長2名の立候補者が7日間にわたって選挙戦を繰り広げ 4月26日に市内12カ所で投票が行われました開票は多くの市民の方が参観する中同日午後9時から市民総合体育館で行われ午後11時50分には新しい市議会議員と市長が決まりました投票と開票の結果は次の通りです市長選挙候補者別得票数継承略得票順当選 佐藤和夫無所属減2万396票神田恭介無所属新1万1,231票市議会議員選挙候補者別得票数継承略得票順当選青木健自民減1,704.832票当選石井恵無所属新 票当選関口宏無所属元1494票当選住友玉美共産審1428票当選渡辺大輔無所属審1425票当選石塚洋一自民元1349票当選重松智博 緑の党グリーンズジャパン現1,304票当選小口俊明公明二1,289票当選大和義雄自民千1,270票当選中川公代公明百1,243.521票当選青木順子公明信1,218.167票 当選大谷俊樹、無所属、新、1151票当選石井信之、自民、現、1143.039票当選望月健一、無所属、現、1143票当選高柳君夫、自民、新、1139.478票当選遠藤直弘、自民、新、1121票 当選藤江隆三無所属減1,101票当選藤田孝弘社民減1,090票当選高原幸夫共産減1,086票当選尾張都共産減1,073票当選上村和子無所属減941票当選日枝美奈子民主減 票前田節子国立生活者ネットワーク八813票小川博美国立生活者ネットワーク百675票生方雄一維新百672票菅原千尻民主百668票池田千恵子無所属百578票

この度皆様からのご信任をいただき引き続き市政を務めることになりましたこれまでの4年間では公約でもあった健全な行政運営を行うべく私自身の退職金の廃止や報酬引き下げに始まり財政改革審議会からの答申を具体的に実行することで赤字地方債に頼らない収支均衡の財政運営を実現することができましたそしてこの間 市税収納率全国第一位を達成できましたことは市民の皆様の税に対する高い意識とご協力によるものと深く感謝申し上げます私はもともと国立市の職員であり退職後市内の医療法人や社会福祉法人で勤めた経験を通して医療と介護の連携体制の重要性を学びましたそしてそれらの経験が 市民と専門職と行政とが連携しながら地域全体で福祉のまちづくりを行うという国立市の地域包括ケアシステムの構築につながり4年間で全国的的ににも先駆的な取りり組みを行うまでに至りまで至したこれから務めさせていただく4年間では高齢になっても住み続けてもらえる安心安全なまちを目指し 24時間見守り体制のさらなる充実や、現在の福祉総合相談ふく,ふく窓口を、誰もが相談しやすい体制に強化してまいります。中、高齢になってもから、体制に強化してまいりますまで、防線があります。中、終わり。また、子どもの出生率ですが、現在の低出生率のままの状態が続けば、 生産年齢人口は減少し町の進展に黄色信号が点灯しかねませんなぜ子供が増えないのか出生率が増えない原因を追求し抜本的対策を立ち上げるとともに臨床的即応措置現場環境や現場状況等の改善なども同時に考えなければいけない時期に来ております子供を産み育てやすい環境づくりを行うとともに 女性の社会参加を一層促し元気な高齢者の培われた豊かな経験と確かな知識を力として大いに社会参加を果たしていただけるような政策づくりに励んでまいります佐藤市長の顔写真があります先者十二名の市議会議員を紹介します 三段に紹介されています写真の並びは右から左へあいうえを順です一段目青木健自由民主党現職55歳青木純子公明党新人55歳石井信之自由民主党現職43歳石井恵無所属新人56歳 石塚洋一自由民主党現職68歳上村和子無所属現職59歳遠藤直弘自由民主党新人43歳大谷俊樹無所属新人43歳二段目尾張都日本共産党現職55歳小口俊明公明党現職56歳 重松智博緑の党グリーンズジャパン現職43歳住友玉美日本共産党新人47歳関口博無所属元市議61歳高原幸男日本共産党現職65歳高柳公夫自由民主党新人52歳中川公夫公明党現職62歳 三段目日枝美奈子民主党現職36歳藤江隆三無所属現職29歳藤田貴博社会民主党現職35歳望月健一無所属現職43歳大和義男自由民主党現職54歳渡辺大輔無所属新人27歳 市議会議員市長選挙投票者数と投票率当日有権者数人男28,895女3万574計5万9,469投票者人市議男 15, 1万5,501女1万7,296 計 32, 市長男15,496女17,293計32,789投票率パーセント市議男53.65女56.57計55.15市長男53.63 女、五十六点五六、計五十五点一四。障害者が当たり前に暮らすまち宣言の条例化に向けた経過報告会、講演会を開催。申し込み不要。障害者差別解消法が平成二十八年四月に施行されます。市では平成十七年に制定された。 障害者が当たり前に暮らす町宣言の条例化を進めています。先の通り条例づくりの経過と内容の説明後、講演会を行います。ぜひお越しください。日時5月27日水曜午後2時から4時。場所公民館1階中1-15-1。内容1経過報告会2講演会。講演会テーマ 障害のある人もない人も誰もが当たり前に暮らせるまちづくり講師綿雄二氏日本福祉大学福祉経営学部教授問い合わせ障害者支援課支援係優勝観光物のご案内市では統計計画文化財調査報告などの有償観光物を発行しています 市役所1階の情報公開コーナーのほか北市民プラザ北3-1-19号棟南市民プラザ泉2-3-21号棟でも一部の優勝観光物が購入できますまた郵送でも購入することができます郵送による購入の方法市役所1階の情報公開コーナーに連絡の上観光物の代金 現金もしくは郵便為替および送料分の切手を書き留めでお送りください。観光物の代金を切手でで支払うことはできません在庫・送付方法等の確認のため必ずご注文の前に情報公開コーナーまでご連絡ください。送付先郵便番号186-8501富士見台2-47-1 生活コミュニティ化情報公開コーナー優勝観光物の一覧は市ホームページをご覧いただくか先へお問い合わせください平成26年度人気ベストワン観光物国立市文化財調査報告第55集緑川東遺跡第27地点1100円問い合わせ 情報管理課文書法制係生活コミュニティ課情報公開コーナー第十三回多摩ブルーグリーン賞募集多摩ブルーグリーン賞は多摩地域の中小企業の活性化と地域経済の振興に寄与することを目的とした検証制度です優れた技術・製品を表彰する多摩ブルー賞と 新しいビジネスモデルを表彰する多摩グリーン賞があり各最優秀賞に副賞100万円各優秀賞に副賞50万円が贈呈されます受賞された方は多摩ブルーグリーンクラブで継続的なネットワークも構築できます詳しくは下記事務局までお問い合わせください応募資格 多摩地域と周辺地域に事業拠点を置く中小企業個人事業主など募集期間5月25日月曜から9月4日金曜主催多摩信用金庫公園経済産業省関東経済産業局東京都国立市ほか多摩地域およびその周辺の各市町村商工会議所商工会ほか 問い合わせ多摩ブルーグリーン省事務局。電話零四二三八九の一一三三。ホームページ。H. <www>. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ。W. W. W. T. A. M. A. S. H. I. N. J. P.。産業振興課商工観光係。国境電子自治体共同運営電子調達サービスについて。 国立市は平成27年4月から東京電子自治体共同運営電子調達サービスに加入しました。これに伴い平成28年度以降、国立市の競争入札に参加するには東京電子自治体共同運営電子調達サービスへの資格審査申請が必要となります。中、東京電子自治体共同運営電子調達サービスとは 東京都内の市区町村が共同で入札参加資格審査受付入札情報の提供電子入札の3つのサービスを提供するものです。中終わり今後の予定平成28年度から東京電子自治体共同運営電子調達サービスを利用し電子入札を行います。平成27年度中は 電子調達サービスを利用した電子入札を実施せず、資格審査申請の受付のみとなります必要となる」手続き 1. 東京電子自治体共同運営電子調達サービス未登録の方」先の「東京電子自治体共同運営サービス」のホームページから「電子調達サービスを利用する」を選択して「 平成27年度中に資格審査申請の手続きを行ってください2。東京電子自治体共同運営電子調達サービス登録済みの方電子調達サービスの継続申請手続きを行う際に資格審査申請を希望する自治体に国立市を追加してください問い合わせ東京電子自治体共同運営サービス 「ホームページ https://www.e-tokyo.lg.jp スラッシュ」e t ok l g. J p「電話0570-051090」05「総務課契約係」「市民総合体育館南市民プラザトレーニング室グリーンパスのお知らせ」 市内在住の60歳以上の方が市民総合体育館体育室トレーニング室屋内プールおよび南市民プラザトレーニング室を個人利用する場合はグリーンパスを提示することにより通常料金の半額程度の1回150円で利用できます。グリーンパスののの申申し込みは申請者の確認書類、免許証、証保険証等を持参の上 市民総合体育館「電話5 7 3の4 1 1 1で手続きをしてくださいまた回数券の発行や時間内であれば複数施設が利用できる制度もありますぜひスポーツ推進健康増進の一つとしてご活用ください問い合わせ障害学習課社会教育体育体担当就労環境が変わったときには 種別変更の届出が必要です国民年金制度では国内に居住する20歳から60歳までのすべての方に加入が義務付けられています届出は加入時だけでなく種別が変わった時にも必要です国民年金の加入種別第1号被保険者自営業、農業等の方とその配偶者 20歳以上の学生フリーターの方手続きは市役所国民年金係へ第2号被保険者会社観光庁にお勤めの方厚生年金共済年金加入者手続きは会社観光庁の勤務先へ第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者の方 手続きは配偶者の勤務先へ種別変更となるケース第1号被保険者となるケース第2号被保険者が退職されると第第号号被被保保険険者、第3号被保険者にななる場合を除くとなりま,すまたその方に扶養されていた第3号被保険者がいた場合はその方も第1号被保険者になります。 第1号被保険者または第3号被保険者が就職して厚生年金等に加入すると第2号被保険者となります。第3号被保険者となるケース会社などを退職して厚生年金等に加入されている方の被扶養配偶者になる方が第3号被保険者になります。問い合わせ 立川年金事務所。電話五二三の零三五二。市民課国民年金係。市税収納率が全国第一位となりました。納税者の皆様のご協力に感謝申し上げます。平成二十七年三月三十一日。総務省から平成二十五年度の市町村税について発表があり。国立市は。 市税の収納率が九十八点八零パーセントで、全国第一位となりました。町村を除く。納税者の皆様の納税に対する高い意識と、特段のご理解、ご協力によるものであり。心より感謝申し上げます。市職員は税負担の公平性、中立性を基本理念に置き。これまで以上に丁寧な対応と、正確な事務執行を心がけていきます。 また、生活にお困りの方には、生活の収支を伺い、納税計画をご本人とともに親身になって考えるとともに、福祉総合相談ふくふく窓口と連携して生活支援を考えていきます。問い合わせ・収納課必要広告二件大きな文字と連絡先のみ読みます。庭木一本から OK です。 明瞭料金「司法国立を見て」と伝えると先着10名様限定で「池垣選定幅1メートル高さ2メートル通常2,000円を1,000円」「株式会社ガーデンエクスプレス東京南支店電話036379-6353年中無休見積もり無料」 訪問マッサージ・健康保険が使えますご利用者専用フリーダイヤル無料0800-111-0220株式会社アッサム国立市東1-15-30北島第5ビル4階司法国立の有料広告募集中市内全校約4万部発行 モノクロ黒色のみ1枠2万5千円カラー4色1枠3万5千円申し込み問い合わせ視聴室広報担当「日立アートビエンナーレ2015地域交流プログラムのお知らせ」「夕暮れの街でアートな暮らし実験」「アフターファイブガバメント」 すべてアルファベット表記アフターファイブガバメントのイメージ図が添えられています今年の春から夏にかけて富士見台第三団地のすぐ近く築50年の元スーパー富士見台ストア富士見台3-8-13の一部が不思議な市役所アフターファイブガバメントに大変身します子どもから大人までどなたでも不思議な議会に参加できます アイデアを出し合いながら、現代美術家北沢純氏と一緒に不思議な暮らしを作ってみませんか。五月三十日土曜午後五時から第一回アフターファイブガバメント議会を開催しますので、ぜひ見学にお越しください。参加方法などの詳細については、先ホームページをご覧いただくか、市役所市民芸術ショーホール富士見台二の四十八の一などの。 公共施設に掲示しているチラシをご確認ください。問い合わせ国立アートビエンナーレ事務局電話574-1512藤井松沢ホームページ http://www.afterfivegovernment.com コロンススララッッシシュュ 国立市自転車駐車場整備計画を策定しました。現在、市内3駅周辺において、自転車駐車場が整備・利用されています。しかし、商店の周辺等に多くの放置自転車が見られ、歩行環境に影響が出ています。また、国立駅周辺の自転車駐車場では、800人を超える定期利用の希望者が待機状態にあり、早急な対応が必要となっています。 今後の駐車需要の変化を踏まえて自転車駐車場の整備を行うため自転車の利用実態調査を行いその結果をもとにおおむね10年間の自転車駐車場整備計画を策定しました国立駅南第一自転車駐車場をはじめとした国立駅周辺の自転車駐車場の整備の考え方や 自転車ネットワーク計画の検討等についてまとめた計画となっています。閲覧場所。市役所。交通課情報公開コーナー。公民館。中一の十五の一。中央図書館。富士見台二の三十四。北市民プラザ。北三の一の一九号棟。南市民プラザ。泉二の三の二一号棟。 市ホームページからダウンロードができます問い合わせ交通課交通係中央線高架下駐輪場の一時利用ができるようになります昨年4月に開設した現在定期利用専用の中央高架下自転車駐車場の一時利用が6月1日月曜から可能になります JR 国立駅まで徒歩約6分の場所に位置し利用料金は24時間100円ですお買い物やお出かけの際にぜひご利用ください中央線高架下自転車駐車場略図収容台数約600台中央線北側高架下に出入り口があります略図終わり 問い合わせ交通課交通係国立第三中学校夜間照明の設置工事説明会を開催します国立第三中学校に部活動・学校活動及び市民スポーツ・レクリエーションの場として夜間照明施設を今年度に設置しますこの工事の実施について近隣の皆様のご理解とご協力をいただきたく 次の通り説明会を開催します申し込みは不要ですので直接会場にお越しください。日時6月4日木曜午後7時から場所国立第三中学校体育館野保1348-1問い合わせ障害学習課社会教育体育担当資源回収実施団体を募集。 市では、新聞、雑誌、ダンボール、缶、瓶等の資源物を回収し、市に登録のある業者に引き渡した団体に対して、回収料に応じて奨励金を交付しています。自治会や子ども会、サークルなど、営利を目的としない団体で、おおむね15世帯以上のご家庭が参加していれば登録できます。詳しくは担当係へお問い合わせください。問い合わせ ゴミ減量化清掃係。市役所に小型家電製品回収ボックスを設置しています。小型家電製品は不燃ごみ粗大ごみとして市のゴミ収集にも出せますが。市役所にお越しの際は回収ボックスをご利用ください。回収ボックスの入り口に入るサイズは幅三十四センチメートルか高さ十二センチメートル程度です。 設置場所、障害者支援課窓口5番窓口前。対象、家庭にある電気や電池で動く製品。デジタルカメラ、電子辞書、デジタルオーディオプレイヤー、ゲーム機、電源アダプタ、電気カミソリなど。対象になるかどうか迷うものがありましたら、担当係へお問い合わせください。 小型家電製品回収ボックスの写真があります。使用済み小型家電製品の再資源化の取り組みについて、製品寿命を迎えたり壊れたりした使用済み小型家電製品のうち、およそ4割がご家庭にしまい込んだままになっていると言われています。平成24年3月経済産業省調査、小型家電製品には、 金・銀銅その他の貴重な金属類が使用されていてその資源性が注目されています。市では4月から使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき不燃ごみ粗大ごみの収集や回収ボックスで回収した小型家電製品を国の認定事業者に引き渡し適正に処理・再資源化しています。 問い合わせごみ減量化清掃係6月は環境月間ですアクトフォーグリーン花と緑のまづくり花の種を無料配布市では花と緑のまづくり事業を進めています大学通り緑地帯などの公共の場から取り組みを始めていますが 市民の皆さんとともに地域ごとの特性を生かした環境の保全や新たな環境の創出を推進していきたいと考えていますそこで市民の皆さんにも市内の花や緑の環境づくりについて考えていただくきっかけとして花の種を無料で配布しますこの機会に身近なところから花と緑にあふれる国たちを作っていきませんか 美しいい環境づくくりに役立ててください配布場所環境政策課環境政策係市役所内北市民プラザ北3 1 1 9号棟南市民プラザ泉2/3/21号棟配布期間6月1日月曜からなくなり次第終了市役所は午前8時30分から午後5時15分 土曜・日曜日を除く。北市民プラザは、午前8時30分から午後5時、土曜・日曜日を除く。南市民プラザは、午前9時から午後5時、火曜・土曜・日曜日を除く。問い合わせ、環境政策課、環境政策係。自分らしさが光る初夏の寄せ植え講座の開催。 国立花と緑のネットワーク主催色とりどりの花が溢れる季節です自分らしい寄せ植えを楽しんでみませんかいろいろな花苗の中からお好きな苗をお選びいただけます今回は市内で園芸店を営み園芸マイスターの資格をお持ちの金子義丸さんに土作りから植え方のアドバイスをいただきます日時 5月30日土曜午前10時から、場所市役所西側広場雨天時は市役所1階市民ロビー定員20名申し込み先着順参加費2,500円当日中金持ち物エプロン軍手移植後手申し込み5月25日月曜までに担当係へ電話でお申し込みください。 申し込み先問い合わせ環境政策課花と緑と水の係資源物を買い取ります日時5月27日水曜午前9時から午前11時小雨決行場所中地域防災センター中2-10-7対象新聞チラシを含むアルミ缶のみ新聞は紐で束ねるか 専用の袋をご利用ください。アルミ缶は中を水で軽く洗ってからお持ちください。買取価格単価新聞、キロ当たり3円アルミ缶、キロ当たり20円ポケットティッシュ、トイレットペーパーも交換品として用意しています。次回は8月の最終水曜日、中地域防災センターで予定しています。問い合わせ ごみ減量化清掃係。東京都施工型都民住宅入居者募集のご案内。六月一日月曜から十日水曜に。東京都施工型都民住宅入居者募集案内を配布します。配布場所など詳細につきましては。司法六月五日号をご覧ください。問い合わせ。 市民課市民係審議会情報3件子ども総合計画特別委員による第1回放課後子ども総合プラン審議会4ページ6月3日水曜午後7時から9時予定市役所3階第1第2会議室傍聴課問い合わせ 児童青少年課児童青少年係。第2回、国立市基本構想審議委員会、5ページ。6月12日金曜、午後7時から9時、市役所3階、第1、第2会議室、傍聴課問い合わせ、政策経営課政策経営係。第9期、 第7ページ5月21日木曜午後2時から市役所1階東臨時事務室傍聴課問い合わせごみ減量課清掃係6月1日月曜は人権擁護委員の日6月9日火曜に特別相談を実施します。 費用無料、相談時間拡大人権擁護委員は国民の基本的人権が守られるよう年間を通じてさまざまな人権啓発活動を担っています国立市も現在3名の人権擁護委員が法務大臣から委嘱を受け活動しています市では人権擁護委員の日にちなみ皆様の人権上の悩みや問題について 先日程で特別相談を実施しますプライバシーは守られていますので安心してご相談ください。日時6月9日火曜午前10時から正午午後2時から4時午後5時から午後7時の間事前予約制1階60分無料場所市役所1階西側市民相談コーナー申し込み問い合わせ 5月26日火曜午前8時30分より市民相談コーナーへ電話で予約してください視聴室男女平等人権平和担当イラストがあります人権イメージキャラクターの人権あゆみちゃん右と人権まもるくんのイラストがあります吹き出しで相談は無料よ安心して話しに来てね とありますイラスト終わり第65回国立市社会を明るくする運動立ち直りを支える地域の輪女性デュオ・ペペトークコンサートを開催参加費無料、申し込み不要女性デュオ歌手のペペさんはこれまでに全国の刑務所や少年院で 三百六十回以上もコンサートを開き、経に服している人たちを元気づけ。更生の意欲を喚起させています。昨年から社会復帰後の更生にも関わりたいと、保護士にも任命されました。笑いあり、涙ありのトークコンサートに、ぜひお越しください。どなたでもご入場できます。日時、六月二十一日、日曜午後二時から四時。会場は午後一時三十分。 場所市民芸術ショーホール富士見台2-48-1当日は直接会場へお越しください主催国立市社会を明るくする運動推進委員会国立市問い合わせ福祉総務課地域福祉推進係写真女性デュオペペのお二人です一人はフルートを持ちもう一人はギターを抱えて 二人とも前を見て微笑んでいます。写真、終わり。国民健康保険にご加入の方へ人間ドック利用助成のご案内国民健康保険加入者の方に人間ドックの受診をおすすめします早期対応のために人間ドックを利用されてはいかがでしょう ご家族で毎年同じ検査機関を選ぶなどの工夫も良いいと思います。対象者検査日時点で国立市国民健康保険に加入されていること新生児に納期の到来した国民健康保険税を官能していること75歳以上の方は対象外助成額検査料金のうち2万円を市が負担助成は年度1回。 助成期間平成28年2月29日月曜まで申し込み方法一1検査期間後で読みます2検査日を予約してください電話か2検査日の10日前までに国民健康保険係市役所内の窓口で人間ドックの利用券を交付します窓口にににお越しになる際に 国民健康保険被保険者証と印鑑をお持ちください特定健康審査受診券や人間ドック予約表などがある場合は合わせてお持ちください3。検査日に検査機関へ必ず人間ドック利用券を提出し検査機関に本人負担金をお支払いいただき検査を受けてください注意平成27年5月1日以降に 特定健康診査を受けた方は受診できません。人間ドックを受診された結果、その後の治療が必要となった場合は、人間ドックの検査結果を実際するなど役立ててください。平成27年度からの変更点。検査料金に一部変更があります。検査期間については変更ありません。検査項目、オプション等の詳細は、 国立市国民健康保険人間ドックご利用案内をご覧ください。国民健康保険係市役所内、健康増進課予防推進係保健センター内、北市民プラザ、南市民プラザ、公民館で配布しているほか、市ホームページでもご覧になれます。表、平成27年度、 国立市国民健康保険人間ドック検査料金表11の検査機関名ごとに1日コースの検査料金額が検査料金額本人負担額に分かれて男女別に書かれています。医療法人社団披露会国立桜病院、電話 男検査料金額4万2千円本人負担額2万2千円女検査料金額4万2千円本人負担額2万2千円社会福祉法人翼航会国分寺病院電話0 4 2 3 2 2の0 1 2 3男女共に検査料金3万5千円本人負担額1万5千円 昭和病院企業団公立昭和病院予防健診センター電話042466-1800男女共に検査料金5万760円本人負担額3万760円医療法人財団立川中央病院附属健康クリニック電話526-3222 男検査料4万3524円本人負担額2万3524円女検査料4万6764円本人負担額2万6764円医療法人社団振興会立川北口検診館、電話521-1212男女とも 検査料三万七千二百六十円。本人負担額一万七千二百六十円。国家公務員共済組合連合会立川病院健康医学センター。電話五二三の三一四七。男女ともに検査料四万三千二百円。本人負担額二万三千二百円。社会医療法人社団県政会。 立川相互ふれあいクリニック健康管理センター電話524-7365男女共に検査料3万8,980円本人負担額1万8,980円東京都厚生農業協同組合連合会 JA 東京健康管理センター電話528-1380 男女共に検査料3万7,800円本人負担額1万7,800円東京都総合組合保健施設振興協会多摩健康管理センター電話528-2011男女共に検査料3万7,800円本人負担額1万7,800円 東海大学医学部附属八王子病院健康管理センター電話042639-1177男女共に検査料3万8,880円本人負担額1万8,880円医療法人社団衛生会南多摩病院電話042663-0519 男ともに検査料3万5千円本人負担額1万5千円表、終わり「問い合わせ、健健康康増進課、国民健康保険係。ライフステーションワンステップかたつむりが陸前高田市で芝居公演を開催しました」「表敬訪問公演レポート」 どんなに重い障害があっても地域で当たり前に生きるをモットーに市内で障害のある方の自立支援を行うライフステーションワンステップカタツムリのメンバーが4月25日に岩手県陸前高田市で芝居公演を行うため出発前に佐藤和夫市長を表敬訪問されましたこの度の講演は 国立市第3次地域保健福祉計画策定委員会の委員長であった加藤田博史氏の計らいにより実現したものです佐藤市長は市は平成17年に障害者が当たり前に暮らす町宣言を制定しその条例化に向けた取り組みを行っています陸前高田市の鳥羽市長もすべての人が差別されることなくノーマライゼーション すべての人が普通に生活できる社会を目指すという考え方という言葉がいらない街づくりを進めていると伺っており誰も差別されることのない街を目指す点においては国たちも同じ思いですと話しました今後も片つむりの公園の成功を応援しています写真が二枚あります一枚目四月十七日表敬訪問されたライフステーションワンステップ片つむりの皆さん メンバーの自立に至るまでの体験を笑いや涙を交えつつ歌とダンスで見せる春菜が陸前高田町にやってきたを講演しました二枚目陸前高田市の皆さんへのメッセージも佐藤市長からカタツムリの皆さんへ託されました佐藤和夫市長のサイン入りのメッセージの写真です写真終わり取材市長室広報担当 健康講座「ご近所さんでレッツゴー」の参加者を募集します参加費無料申し込み不要地域に暮らす方と一緒に定期的に運動をしませんか椅子を用いた無理のない運動が中心ですご近所でお誘い合わせの上是非ご参加ください地域ぐるみで健康寿命を延ばしましょう対象40歳以上の市民の方内容 運動指導士による運動1時間程度作業療法士歯科衛生士または栄養士による講話表です8つの会場ごとに日時各金曜日6月の日程と7月の日程を読んでいきます国立立東福祉館2階集会室北3-23の1 1> 第1金曜日午前10時から11時30分6月5日7月3日下矢保地域防災センター2階和室矢保5066第1金曜日午後2時から3時30分6月5日7月3日中平地域防災センター1階コミュニティ室矢保6087-1 第2金曜日午前10時から11時30分6月12日7月10日青柳福祉センター2階会議室青柳244第2金曜日午後2時から3時30分6月12日7月10日北福祉館第1会議室北2-19-1第3金曜日午前10時から11時30分 6月19日7月17日西福祉館第1和室西2-17-32第3金曜日午後2時から3時30分6月19日7月17日南市民プラザ1階多目的ホール泉2-3-21号棟第4金曜日午前10時から11時30分 6月26日7月24日東地域防災センターコミュニティ室東1-13-13第4金曜日午後2時から3時30分6月26日7月24日中平地域防災センター西福祉館東地域防災センターの方は上履きをお持ちください。表、終わり。 問い合わせ高齢者支援課地域包括支援センター市役所内保険コーナー申し込み問い合わせ健康増進課保険事業係予防推進係電話572-6111郵便番号186-0003富士見台3-16-5保険センター内 保健センターへ検診等でお越しの際は、車での来所はご遠慮ください。がん一次検診、一部有料です。はじめに、東京都がん検診センターで実施する検診から、費用は無料です。検診日、検診の種類、記号、定員の順で読みます。検診の対象者は、単独の胃がん、 記号アが35歳以上でそれ以外はいずれも40歳以上です7月16日木曜胃がんア胃がん大腸がんイアイ合わせて11名胃がん肺がんウ胃がん肺がん大腸がんエウエ合わせて38名7月28日火曜 肺が,んお肺がん大腸がんかおか合わせて16名胃がん肺がんき胃がん肺がん大腸がんくきく合わせて49名いからくまでの対象者は40歳以上毎年4月から3月の間に1回市で前回 がん検診を受診した方は十ヶ月以上の間隔を空ける。肺がん検診の付加検診があります。核炭検査。下記に該当し希望する方、五十歳以上でタバコの喫煙指数が六百以上の方、現在は禁煙しているが過去に喫煙していた方も含む。喫煙指数は一日の喫煙本数×喫煙年数。 例として20本 ×30 年は600続いて乳がん検診ですまず東京都がん検診センターで実施する検診7月13日月曜計30名7月28日火曜子30名次に 市内及び立川市の指定医療機関で実施する検診平成28年2月29日月曜日まで記号「さ」「け」「こ」「さ」いずれも40歳以上の女性2か年前年度未受診の方に1回一部自己負担金2,000円生活保護世帯中国残留法人支援給付受給世帯の方は無料 記号、さで申し込まれた方には、2週間程度で受診に必要な書類をお送りしますので、届きましたら、指定医療機関にご要約の上、受診してください。次に、検診会場が保健センター、または北市民プラザの検診。7月提出、大腸がん、検体提出のみ検査。記号、し、20名、40歳以上。 無料7月中に先の2施設に検体を提出してください。最後に子宮頸がん検診7月31日金曜20歳以上の女性で生歴奇数年生まれの4月から6月の方市内の産婦人科医院無料直接指定医療機関へ 健康保険証と健康手帳を持参し受診してください。子宮頸がん検診以外は、誕生月に関係なく、いつでも申し込みできます。健康手帳無料の配布は、保健センター市役所健康増進課、北南市民プラザ、福祉会館2階の老人福祉センター名込みで行っていますので、お問い合わせください。 申し込み方法子宮頸がん検診以外ははがき1つの検診につきはがき1枚に「先の事項を記入の上6月9日火曜必着で保険事業係保険センターへ郵送してください」窓口でも受け付け付ますなお記号「差は上記の必着にかかわらずいつでも受け付けています。 申し込みから二週間程度でお送りする必要書類を確認の上直接医療機関へ連絡してくださいなお申し込み多数の場合は抽選となります抽選後の日程変更は応じかねますのでご了承ください職場などで受診の機会がある方はご遠慮くださいはがきの記入例ですはがき表面 宛先、郵便番号186-0003国立市富士見台3-16-5健康増進課保健事業係がん検診担当はがき裏面1がん検診受診希望2氏名ふりがな、性別3生年月日年齢4住所電話番号日中連絡可能な番号 5希望する検診の記号上記「あ」からし「し」のいずれか1つ同一種類の検診で検診日が2日のうちどちらでも良い場合は2つの記号といずれも「か」と記入650歳以上の方で核探検査を希望する場合喫煙指数〇〇と記入注意事項。 次の方は受診できません。前回の検診で精密検査となり受診されていない方精密検査で異常のあった方経過観察中の方子宮を全摘出された方子宮頸がん検診のみ手術後や治療中の方は保健事業係保健センター内へお問い合わせください。 その他の検診及び講座保健センター受付時間午前8時30分から午後5時電話572-6111 6月の乳幼児健康診査のご案内乳幼児健康診査場所保健センター富士見台3-16-5乳児散布 平成27年2月生まれ1歳6ヶ月時以下歯科平成25年11月生まれ2歳児歯科平成25年5月生まれ3歳児以下歯科平成24年5月生まれいずれも母子健康手帳問診票保険証をお持ちください対象者には個別に通知しています まだ届かない方は、保険事業係・保険センター内へお問い合わせください。入用時歯科相談・予約制一歳前後から未就学児の方に、歯科健康審査・相談を行います。日時、6月4日木曜、18日木曜申し込み、電話で保険事業係・保険センター内へお申し込みください。 育児相談、申し込み不要育児についての栄養や保険の相談を実施します母子健康手帳と1歳未満の方はバスタオルもお持ちください保険センター日時、6月5日金曜午前10時から11時午後1時15分から2時15分北市民プラザ、北3-1-1、9号棟日時、 6月26日金曜午前9時45分から10時30分。よろしく。スタート離乳食講座初期予約制。離乳食初期の教室です。試食もあります。対象概ね。5ヶ月から6ヶ月の子のお子さんの保護者日時6月5日金曜午後1時15分から1時45分。 場所、保健センター定員30組保育はありません申し込み3か月から4か月検診時に申し込みの受付を行います転入の方3か月から4か月検診を未受診の方で離乳食講座をご希望の方は保健事業係保健センター内までご連絡ください離乳食フェア 申し込み不要7か月以降の離乳食の試食や展示を行います日時6月5日金曜午前10時30分から11時30分午後1時30分から2時30分場所保健センターセルカム赤ちゃん教室 B コース参加者募集予約制 初めておお母さささんんん、父になる皆さん出産育児について学び赤ちゃんのいる生活のイメージを膨らませ安心して出産を迎えられるように教室に参加しませんか対象原則として初めてお母さんお父さんになる方で出産予定日が9月10月の方日時6月16日火曜23日火曜7月8日水曜 11日土曜のいずれも午後内容歯科検診出産と育児の準備赤ちゃんと先輩ママとの交流補助動作妊婦体験など場所保健センター定員25組申し込み先着順申し込み電話で保健事業係保健センター内へお申し込みください肝炎ウイルス検診 保保事業係・保健センター内へお問いい合わせください成人栄養保健相談予約制血圧血糖コレステロール中性脂肪が高めの方や日頃の生活でどのようなことを心がけたらよいのかとお悩みの方管理栄養士保健師が健康についてのご相談に応じます。 ご本人はもちろんご家族の方でもお気軽にどうぞ日時6月3日水曜午前のみ17日水曜午後のみ場所保健センター申し込み電話で保健事業係保健センター内へお申し込みください成人歯科健康審査のご案内受診券と健康手帳をご持参の上 実施医療機関で歯科検診を受けてください。対象40歳以上の4月から6月生まれの方実施期間7月31日金曜まで訪問による成人歯科検診をご希望の方は下記へお問い合わせください。問い合わせ国立市歯科医師会電話577-0418 お口の健康チェック検診国立市歯科医師会予約制国立市歯科医師会では無料歯科検診を実施しています健康保険証と健康手帳をご持参の上実施医療機関で歯科検診を受けてください対象市内在住の満18歳から39歳の方実施期間6月30日火曜まで場所 国立市歯科医師会会員の診療所無料歯科検診のポスターが貼ってあります問い合わせ国立市,市,会市会電話日曜祝日の応急診療は以下は休日診療センター富士見台3-16-6電話576-2341 午前十時から午後四時三十分と午後六時から九時。歯科は桜休日歯科診療所。富士見台三の十六の十七。電話五七七の零四一八。午前十時から午後四時三十分。保険証を忘れずに。知らせ。食卓員等の応募書類、履歴書等は一切返却しません。 また国立市の食卓員等の採用の目的以外には使用せず個人情報として適切に保管・処理します納期内納入にご協力を利用者負担額・保育料・学童育成料5月分の納期限は6月1日月曜です納入には便利な口座振替をご利用ください 児童青少年課保育幼稚園係児童青少年係新70歳新転入70歳以上の方へシルバーパス6月の交付予定日時6月1日月曜から5日金曜午前9時30分から午後4時30分場所福祉会館1階富士見台2-38-5 問い合わせ東京バス協会電話給食センター給食調理食卓員募集募集人数1名資格調理師免許または栄養師免許の有資格者もしくは調理員経験1年以上の方で長時間の立ち仕事に耐えられる65歳未満の方。 勤務内容学校給食に関わる調理関係業務及び厨房機器管理業務報酬時給1430円交通費ベッド支給社会保険加入勤務期間採用日から平成28年3月更新あり勤務期間給食を実施する日及び指定日15日程度の午前8時から午後4時 勤務場所・私立学校給食センター申し込み方法6月4日木曜までに履歴書写真添付に有資格者は免許証の写しを添えて問い合わせ先へ提出してください郵送か必着選考方法書類選考及び面接問い合わせ郵便番号186-0003富士見台2-47-3 給食センター、電話572-4177。廃棄物減量等推進員を募集します。市では、移植期間の満了に伴う改選にあたり、ごみ減量等の市の施策に協力していただく廃棄物減量等推進員を募集します。ごみ減量等の活動に熱意や関心をお持ちの方は、ぜひご応募ください。 委託期間7月1日水曜から平成29年6月30日金曜2年間内容市のごみ減量施策等への協力イベントでの啓発活動ほかボランティア活動のため謝礼等はありません申し込み方法6月1日月曜までに問い合わせ先へ電話または窓口でお申し込みください問い合わせ ごみ減量化清掃係。第38回住宅デー開催内容無料住宅相談会子ども工作教室包丁研ぎ矢川上公園のみ防災企画など日時6月7日日曜午前9時から午後3時場所矢保第4公園富士見台2-49 矢川上公園富士見台4-4公園国立市ほか主催問い合わせ先東京都建一般労働組合府中国立支部電話042363-6554政策経営課政策経営係介護職員初任者研修通学受講生募集講習 6月18日木曜から8月29日土曜の20日間の月木金コースおおむね午前9時から午後5時実習7月29日水曜から8月12日水曜のうち4日間終了式8月29日土曜場所ケアセンターやわらぎ研修センター立川市錦町2 6 2 3小川ビル2階 他費用5万6,995円テキスト代含む定員24名申し込み多数字抽選申し込み方法6月11日木曜正午までに最寄りの事業所にある申し込み用紙に記入の上身分証等のコピーと一緒に事業所へご提出ください問い合わせ N. P. O. 法人ケアセンターやわらぎ。電話五二三の三五五二。福祉総務課地域福祉推進係。シルバー人材センター会員募集。シルバー人材センターの会員になって、お仕事をしてみませんか。毎月第三木曜日午前十時から。福祉会館にて、入会説明会を行っています。 詳しくは問い合わせ先へお問い合わせください。問い合わせ国立市シルバー人材センター事務局。電話五七七の零九一九。市長室広報担当。ボラ戦ウォーク八。西国立から蛍が息づく水際を歩く。参加者募集。日時六月六日土曜午後四時集合。 午後7時ごろ解散集合 JR 西国立駅改札前解散滝野川学園六千6312定員15名申し込み先着順案内人安西淳子氏共同文化館学芸員ほか持ち物水筒筆記用具雨具費用500円社協会員無料当日集金 申し込み方法6月3日水曜午後5時までに問い合わせ先へ電話またはメールで参加者全員の住所、氏名、電話番号、年齢をお伝えください。問い合わせ国立市ボランティアセンター電話575-3223平日午前9時から午後5時メール kfh 数字01416アットマーク NIFTY.COM「N 生活コミュニティ化市民連携推進係」「多川緑地植物観察滝野川学園ガイドウォーク開催しいたけ狩りじゃがいも掘り収穫体験もあり日時6月6日土曜午前9時30分集合午後0時45分解散予定」 小雨結構、荒天中止の場合は、前日までに連絡。コース、JR 西国立駅改札隣の広場集合、矢川緑地、植物観察、矢川憩いの広場、滝野川学園、礼拝堂訪問、椎茸狩り、郷土文化館、農場、じゃがいも掘り、JR 矢川駅解散、歩く距離は約4トル。 詳細は、お申し込み後に追ってご連絡します。定員30名、定員になり次第締め切り。費用1000円、昼食はありません。じゃがいも約2キロ、椎茸1袋お土産付き。持ち物、軍手、飲み物、汚れても良い服装、リュックなど。申し込み方法、5月22日金曜より、 問い合わせ先へメールまたはファクスで住所・氏名・年齢・連絡先を明記の上お申し込みください。問い合わせ国立市観光まちづくり協会電話574-1199平日午前10時から午後5時ファクス574-1351メール i n f o ク k u n i machi.jp 産業振興課商工観光係。五月三十一日日曜は世界禁煙デー。今日からタバコをやめませんか？五月三十一日日曜から六月六日土曜は禁煙週間です。年々高まる COPD 慢性閉塞性肺疾患の危険性。 タバコに含まれる有害物質は、がん、循環器疾患、すべて大文字、COPD など、さまざまな疾患の原因になります。COPD とは、タバコの煙など、毒素の吸入により免疫反応が続いた結果、破壊された組織と増えた痰などによる排出物によって、呼吸がしづらくなる、気道閉塞が起こりやすくなる疾患です。 実年齢よりも老けて見えるスモーカーズフェイス、タバコ顔や口臭、シミやくすみの原因であるメラリンの生成や着色を抑えるビタミン C が、喫煙により破壊されるなど、同年齢より5歳以上も肌が老化すると言われています。歯や歯茎の着色や口臭の原因にもなります。受動喫煙による危険性の大きさ、タバコを吸わない方に対しても、 喫煙者の息やタバコの煙を吸ってしまう受動喫煙の機会を持たせないようにすることが家庭や職場社会で大切です禁煙効果はやめてすぐに現れますタバコをやめたくてもなかなかやめられない方はニコチン依存症かもしれませんニコチン依存症は病気です保険診療も行われていますので禁煙外来などに一度相談してみてください 問い合わせ、健康増進課予防推進係、保健センター内、電話572-6111。特保温泉センターの割引利用券を配布しています。心も体もリラックス。希望される方は、国民健康保険被保険者証を持参の上、先の配布場所へお越しください。 一度にお渡しででできる割引券の枚枚数は5枚までです。実施期間平成28年3月31日木曜まで券がなくなり次第終了配布場所国民健康保険係市役所内北市民プラザ北3の1の1 9号棟南市民プラザ泉2 − 3 − 2 1号棟表 割引利用券を使用できる場所と電話番号、利用時間、大人と子どもの入館料金、超過料金の表があります。ここに読んでいきます。日野原温泉センター、かずまの湯、西多摩郡日野原村2430、電話042598-6789、利用時間終日、大人中学生以上、 入館料金450円子供小学生入館料金210円超過料金はいずれもありません奥多摩温泉萌え木の湯西多摩郡奥多摩町氷川119-1電話042882-77702時間大人中学生以上入館料金400円超過料金200円 子供小学生入館料金200円超過料金なし秋川渓谷瀬音の湯あきる野市おつ565電話042595-26143時間大人中学生以上入館料金600円超過料金200円子ども小学生入館料金200円超過料金100円 生涯青春の湯つるつる温泉西多摩郡日の出町大久野4718電話042597-11263時間大人中学生以上入館料金620円超過料金210円子供小学生入館料金210円超過料金なし表終わり。 各施設の営業時間及び定休日については直接施設にご確認ください。かずまの湯は大人12歳以上450円。萌え木の湯は大人12歳以上400円で入湯税が別途50円かかります。未就学児童はすべて無料です。問い合わせ健康増進課国民健康保険係。みんなの伝言版。 市内を拠点とする団体等のイベント催し物に限ります政治・宗教活動・営利目的に関するものは除くこのコーナーの連絡交渉は当事者間でお願いします片場見広場未就園児楽しい制作エプロンシアター運動遊びも行います日時六月十六日火曜 午後2時30分から4時30分雨天開催場所問い合わせ国立学園附属片場幼稚園電話572-4776当時脳機能障害者と家族の会多摩支部懇談会日時6月13日土曜午後1時30分から4時30分場所 多摩障害者スポーツセンター2階第1集会室 C 会員以外も参加か。問い合わせ日原、電話042-528-2263ボイストレーニング体験レッスン声を出して体の中から元気になろう日時6月9日火曜午後3時から4時講師玉沢昭人 費用なし場所問い合わせ東京 YMCA 西東京センター電話577-6181平成十七年度国立市青少年国内交流事業国立市子ども広島派遣平和事業の参加者を募集します。飛び出せ国っ子。 広島へ訪問し、平和の尊さと歴史を学び伝えよう。昨年の広島派遣の様子の写真が添えられています。今年の夏、広島を訪れ、平和記念式典への参列、原爆ドーム、平和記念資料館、世界遺産などを見学し、平和の尊さと歴史を学びませんか参加後は報告会を実施します。 派遣先、広島県、広島市内、宮島。期間、8月4日火曜から6日木曜。対象、小学校6年生。私立小学校を含む。定員、16名。費用、経費は原則として国立市が負担。私的な経費は自己負担。参加条件、1、国立市に住民登録をし、居住していること。2、 2泊3日の派遣に耐えられる健康状態であること。3、保護者の承認が得られること。4、次の参加ができること。派遣生及び保護者説明会、6月28日日曜。事前研修会、7月12日日曜。壮行会、7月19日日曜。報告会打ち合わせ、8月12日水曜。 報告会、八月三十日日曜。その他、参加後に感想文の提出が必要です。研修中の写真、感想文は、広報紙等に掲載を予定しています。申し込み、六月五日金曜までに。担当係で配布している申し込み書に、必要事項を記入の上。担当係窓口へ提出してください。 必ず本人または保護者が行ってください代理や郵送は不可選考・定員を超えた場合は学校・学区域を配慮し抽選になります申し込み先・問い合わせ児童青少年課・児童青少年係この事業は市民の方からの寄付により青少年の育成に役立てることを目的として設立された 国立市青少年育英基金を活用し実施します田植え・稲刈り・収穫祭に参加できるチャンスわくわく稲作体験都内でも貴重な国立の田んぼで稲作体験を実施します未経験でも農家さんが親切に指導してくれるので安心して楽しめます初夏に田植えを行い、秋に刈り取ったお米は 農家さんたちが丁寧に天日干しをし後日精米したものをお届けしますまた参加者は収穫祭にご招待します写真稲刈りをしている手元を写した写真があります写真終わり国たちは古くから稲作が広く営まれて今も農家の方の努力により多くの田んぼが残されています 南部に広がる豊かな田園風景を満喫しながら国立の四季を感じてみませんか日時田植え6月21日日曜午前9時から正午雨天決行稲刈り10月中旬小雨決行収穫祭11月予定場所八歩6/6/1詳細な地図及び行き方は参加者に通知します。 募集人数40名参加費大人1万円承認小学校6年生まで5000円当日集金お米1キロプレゼントなどの特典があります承認のみの参加はできません共済国立市東京緑農協国立地区清掃年部申し込み5月20日水曜より 担当係へ電話または郵送、ファクス、メールで申し込み者全員の氏名、年齢、学年、連絡先を記入の上お申し込みください先、ホームページからもお申し込みいただけます申し込み先問い合わせ郵便番号186-8501、富士見台2-47-1産業振興課農業振興係ファックス 五七一一の二メール SEC アンダーバー SANGYOSHINKO アットマーク CITY.KUNITACHI.TOKYO.JP、ok、詳しくは国立アグリッポに掲載しますホームページ HTTP コロンスラッシュスラッシュ kunitachi-agri.jp/ yy 畑体験新玉ねぎニンニクを収穫しよう市内の畑で新玉ねぎとニンニクを収穫し玉ねぎ料理のデモンストレーションを行います。実際に育てている農家の方のお話を聞くこともできます。日時 6月20日土曜午前9時30分から午後0時30分小雨欠航集合場所城山里の家泉5-21-20駐車場はありません定員12名申し込み多数字抽選参加費500円3歳以上当日集金申し込み5月29日金曜筆着までに城山里の家へ往復はがきで1 新玉ねぎにんにく収穫体験2氏名年齢3住所4電話番号を明記の上お申し込みください申し込み先問い合わせ郵便番号186-0012泉5-21-20城山里の家電話505-5190国立アグリッポホームページ http://kunitachi-agri.jp スラッシュ「産業振興課農業振興係」<ッ>「児童館だより<ッ>子ども科学実験教室参加費無料<ッ>日時6月13日土曜午前10時から正午場所矢川児童館」 藤見台内容、風船から吹き出す空気の力を利用したロケットカーを作ってニュートンの法則を体験します。講師、アイキャン、対象、小学2年から6年生、定員22名、定員を超えた場合のみ抽選、抽選に外れた方には翌日までにご連絡します。申し込み、 6月4日木曜午後4時から4時10分の間に、各児童館へ直接または電話にてお申し込みください。問い合わせ中央児童館、電話575-3224矢川児童館、電話575-3178西児童館、電話575-3060子育て支援コーナー 申し込み不要就学前のお子さんと保護者が自由に集える遊びの広場です。カンガルー広場対象0歳1歳のお子さんとその保護者場所中央児童館毎週木曜日西児童館毎週金曜日矢川児童館毎週木曜日。 地域カンガルー広場対象0歳から5歳のお子さんとその保護者場所東学道三章校庭南西側毎週木曜日北学道北市民プラザ毎週木曜日本町学道一章南側隣接地毎週金曜日南学道七章校庭南西側毎週金曜日 時間はいずれも午前10時から11時30分問い合わせ中央児童館電話575-3224矢川児童館電話575-3178西児童館電話575-3060東学童保育所電話575-9684南学童保育所 電話五七六の八一四五、本町学童保育所電話五七五の六七六一、北学童保育所電話五七二の六一四六。六月の相談、内容、日時、連絡先、場所、担当の順に読みます。 法律登記法律不動産税務人権身の上交通事故行政労働年金相続遺言等書き方相談外国人女性のための法律相談以上は「予約受付開始5月26日火曜午前8時30分から」「電話か」「市役所1階の市民相談コーナー」 電話五七六の二一一一、内線一七八。事前予約定員制です。一人一回のみ、三十分無料。ただし、人権身の上は、一時間。ここに読んでいきます。法律。三日、十日、十七日、二十四日、いずれも水曜。午前九時から十一時三十分、弁護士。当期法律。 11日木曜午後時時から4時30分司法書士不動産11日木曜午前9時30分から正午宅研取引協会会員税務4日木曜午前9時30分から正午税理士人権身の上9日火曜午前10時から午後7時人権擁護委員詳しいことは5ページの記事を参照してください。 交通事故16日火曜午前9時30分から正午弁護士行政25日木曜午前10時から正午行政相談委員労働年金18日木曜午前10時から正午社会保険労務士相続遺言等書き方相談12日金曜午前9時30分から正午行政書士外国人 随時受付英語中国語ハングルほか女性のための法律相談19日金曜午前9時から11時30分弁護士次に消費生活相談祝日を除く毎週月曜から金曜午前10時から午後4時電話576-3201市役所生活コミュニティ課消費生活相談コーナー 母子女性一人親家庭等女性のための相談は市役所電話五七六の二一一一予約がいります母子自立支援員婦人相談員ここに読みます母子女性土曜日曜祝日を除く毎日午前九時から午後四時正午から午後一時を除く一人親家庭等女性のための相談 第2火曜日午後5時から8時第3水曜日午後3時から6時祝日を除く「児童土曜日曜祝日を除く毎日立川児童相談所」「電話523-1321」と月曜から金曜の午前9時から午後9時土曜日曜祝日は午後5時まで児童相談所センター 電話、零三、三三六六の四一五二。教育、土曜、日曜、祝日を除く毎日。午前九時三十分から午後五時受付。教育相談室、電話、五七六の二一零九、予約が必要です。教育相談員、対象、三歳から十八歳。いじめ相談は、電話、五七六の二零五零。 子ども育児、日曜祝日を除く月曜から土曜午前8時30分から午後5時子ども家庭支援センター電話573-0965子ども発達相談土曜日曜祝日を除く月曜から金曜午前10時から午後4時発達支援室電話580-1282 ひまわり相談少年飛行等と中国残留法人等支援相談は市役所福祉総務課電話576-2111ここに読みます「ひまわり相談少年飛行等は」は偶数月の第1金曜日午後1時から3時保護し中国残留法人等支援相談は毎週月火木 午午前時時から午後5時予約が入ります中国残留邦人等支援相談員「外虫何でも相談」「9日火曜23日火曜午後1時から3時」「公益社団法人東京都ペストコントロール協会相談員」「市役所環境政策課環境政策係」「電話576-2111」 高齢者障害者のための法律相談と暮らしの相談心配事は社会福祉協議会福祉会館1階電話575-3222。高齢者障害者のための法律相談は第3金曜日午後2時から4時予約がいります司法書士暮らしの相談心配事は毎週月水木金 午前9時30分から正午電話相談は土曜日曜祝日を除く午前9時30分から午後5時フリーダイヤル0120294201フリーダイヤル福祉は触れ合いいずれも民生委員児童委員社会福祉協議会職員外国人のための相談案内 事前予約制随時受付市民相談コーナー代表電話042576-2111外国人と関わりをお持ちの方からの相談も受けます図書館カレンダー中央図書館北市民プラザ図書館の6月のお休みは2日9日16日23日30日。 いずれも火曜日です開館時間中央図書館午前9時30分から午後7時土曜日曜祝日は午後5時まで北市民プラザ図書館午前9時30分から午後5時祝日を除く水曜日は午後7時まで各文室の開室日時間を読みます。下野保月・金 午後2時から午後5時南市民プラザ月水木金午後2時から5時道日午前10時から午後5時青柳水金午後2時から5時東水木日午後2時から5時金道午前10時から午後5時矢保東水金午後2時から5時 月曜日から金曜日の各分室開館日が祝日等と重なった場合はお休みです。中央図書館電話五七六の零一六一。北市民プラザ図書館電話五八零の七二二零。以上で司法国立を終わります。政策完了二千十五年五月。 音訳編集金子祥子工成藤谷京子制作は国立中央図書館でした。